皆さんは、はじめの一歩という漫画は知ってますか？知らんぜよ。幕の内一歩という、いじめられっ子が、ボクシングに出会い、世界を目指すという、ストーリーになっています。この漫画のすごいところは、なんといっても、100巻を超えてもなお、話が進んでるところなんですよね。ゴルゴ13かよ。100巻を超える話の中で、いろいろなキャラクターが登場していますが、その中でも、誰が最強なのか、気になりませんか？作品知らんから気にならんな。じゃあ、作品を知っていたら気になりますか？それはなるでしょ。視聴者の皆さんも同じ考えのはず。なので今回は、はじめの一歩、最強キャラランキングを紹介していきます。なお、このランキングは、Google サイトを参考にし、皆が同じ階級だったら、ということを前提にランキング構成しておりますので、あしからず、いつもの、低評価対策だな。そうです、コメント欄が荒れてほしくないですからね。荒れるほども、コメントねえだろ。それを言うのはやめろ。ってことで、早速ランキングに行きます。用意スタート。第10位、幕の内一歩。この漫画の主人公で、いじめられっ子だった一歩。高村守と出会い、ボクシングに目覚めると、秘められたハードパンチャーの素質を開花し、次々と強敵をなぎ倒す。現在では、世界チャンピオンである、オルグザンギエフをも倒した実績を持つ。戦績では、3敗しているがそのどれもが惜敗で、勝利数は23勝全 KO という、化け物な実績を残している。聞くところによると、男の勲章が化け物だとか聞いたぜ。なんでそれだけ知ってんだよ。第9位、宮田一郎。主人公、幕の内一歩のライバルであり、憧れの存在でもある一郎。ファイトスタイルは、一歩とは対照的で、目にも止まらぬスピードで、触れることさえ許しません。敵が拳を突き出すと、そのパンチを避け、すかさずカウンターパンチを繰り出し、華麗な KO 撃を見せてくれます。その様から、ついたあだ名は、雷神。かっこよすぎるやろ。パンチを出すとき、電気が走りますからね。反則やんそれ。第8位、伊達英二。作中のキャラの中でも、キャリアが長く、年を取った戦士。ですが、実力は凄まじく、負けた描写は少なく、敗北は2敗だけ、かも、その2敗も、世界最強のチャンピオンと呼ばれた男にしか負けておりません。攻守ともに優れており、ベテランボクサーであるがゆえに、冷静で相手の弱点を突くのが非常にうまい。幕の内一歩に、初めて黒星をつけたのはこの男だ。主人公補正、効かなかったのか。ハートブレイクショットという、心臓を打ち抜き、相手の動きを止める技も持っています。いや、それ危ないやろ。第7位、リチャード・バイソン。バイソンは、WBA 世界ミドル級チャンピオンで、ベルトをかけ、高村守と戦いました。この時すでに、高村は2本の世界チャンピオンベルトを持っており、3本目の挑戦ということで、バイソンに挑んできました。バイソンのファイトスタイルは、フリッカージャブが主体で、しなる腕から繰り出されるジャブは、のぶといコンボを振り回してるようだと、比喩されるほどの破壊力、タフネスで知られる、高村の意識を刈り取るほどのパンチ力も持っており、その試合を支配していた場面も多くある。結果的には、負けてしまいますが、世界チャンピオンというだけあって、しっかりと爪痕を残したという印象ですね。その人は、1試合しか出てないのか？そうです。1試合だけで7位まで上り詰めました。心臓パンチより強いとは。第6位、オルグザンギエフ。主人公一歩と同階級だったオルグ、野生的な感覚と計算され尽くしたゲームメイクで次々と勝利を収めていきます。ジュニアライト級では、3団体で1位を取るも、強すぎたせいで、プロモーターから敬遠され、試合ができない時期がありました。それ、ホームラン打ちすぎたバリーボンズみたいな感じかな？ちょっと何言ってるかわかりません。ですが、IBF 世界ライト級王者との対戦が決まり、試合が行われます。終始息を呑む展開でしたが、最後にオルグが意地を見せ、勝利をもぎ取ります。ロングカウントなど不正もありましたが、文句を言うことなく、チャンスをくれたアメリカに、サンキューとだけ告げて、リングを降ります。鳥肌が出るぐらいかっこいいな。そうです。オルグは強いだけではなく、優しく、そしてなんと言ってもイケメンなんですよ。なんか嫌いになってきたかも。第5位、ウォーリー。ウォーリーは、もともと、島の猿と一緒に遊んでいるところを、メイトレーナー、ミゲル・ゼイレがスカウトした、天才ボクサー。猿のボスになれるほどの身体能力の持ち主で、一言で言えば、野生という他ありません。猿のボスって、木を登るのも早いのか？ボスですから、猿の中でも一番ですよ。すげえ。一回サスケに出してみたいな。ボクシングをはじめ、わずか3戦で、インドネシア王者になるほどの逸材です。まだ、ボクシングを始めて間もないため、ファイティングポーズすらもぎこちなく、確認しながら戦うレベルではありますが、ミゲルからの、フリーダムという指示が出た後、リングを森のように扱い、一歩を翻弄するのだった。どんな角度からもパンチを出せ、ウォーリーにしかできないロープさばきを見せます。一歩を瀕死まで追い詰めるも、キャリア不足がたたり、最後には負けてしまいます。一歩に負けたのになんで5位なんだよ。
負けたとはいえど、差は僅差で、鴨川会長に、もう一度戦えば勝つことは、できないとまで言わせています。会長が言うならそうなんだろうな。このウォーリーが、キャリアを積んだ後、どんな化け物になっているかが、楽しみですね。第4位、ブライアン・ホーク。鴨川ジム最強ボクサー、高村守が、初の世界戦に挑む相手が、このブライアン・ホーク。重量級でありながら、自由奔放に動き、どの角度からも、KO パンチを放つことができる、ポテンシャルを持っています。人間か、こいつ。ですが、自身の才能に溺れ、練習を全くせず、ストリートファイトのまま戦っているので、練習というバックボーンがなく、最後は高村にやられてしまいます。この試合は、初めの一歩でもベストバウトに選ばれるほど、感動的で、魅力的な戦いになっています。ちなみに、このブライアン・ホークの元ネタになっているボクサーがいます。それ気になります。ナジーム・ハメドというボクサーで、ホークとは違い、しっかり練習して、自由奔放なファイトスタイルを確立しています。見てみたけど、バケモンだなこいつ。はい、戦績もわずか1敗で、見てるだけで楽しめるボクサーですよ。第3位、デビッド・イーグル。先ほどのブライアン・ホークとは違い、真面目な好青年でイケメンです。イケメン多いな。しっかりと練習を積んで、すべてにおいて高レベルな、ボクシングの教科書とも呼べる男。黄金の足とも呼ばれており、オリンピックで金メダルを取るほどの実力者。2階級制覇を狙う高村の相手で、高村史上最も強い相手だったと思われます。最後には、敗れてしまいますが、傷口を狙わないなどの戦い方で、紳士的なところが逆に、敗因につながったのではないかと思われます。勝つためには、傷口も狙わないといかんぜよ。何も知らんだろ。第2位、リカルド・マルチネス。主人公一歩届く階級で、WBA の世界ベルトを7年間保持し続けてるという無敗の男。戦績も68戦、68勝 64KO と、わけのわからないほどの実力の持ち主です。68勝って、人間ができるもんなのか。まあ、漫画ですからね。そして、苦戦する描写もなく、被弾することすらが珍しいレベルの実力で、一歩を倒した伊達英二すらも寄せつけず、二度も黒星をつけた。心臓パンチ効かなかったのか。聞いたみたいだけどダメだったよ。この男が世界ベルトを保持している間は、誰もベルトを取れないんじゃないかと思わせるほどです。この男が2位か。第1位、高村守。一方、ボクシングの世界へ誘った人物。すでに世界ベルトを3つ保持しており、初めの一歩を読んだ誰もが最強だというほどの男。強すぎることもあり、対戦が決まらないなど、試合数はあまり多くない印象です。高村守と書いて、何でもできると読むほど、多彩で野生と科学を合わせ持ったファイトスタイル。性格に何かあるものの、誰をも黙らせる強さの象徴とも呼べる存在。防衛戦では、描写が少ないものの、世界ベルトを取りに行く試合では、毎度、感動させる試合を行っており、視聴者の中にも、ファンが多いのではないでしょうか。1位と2位の差は何なんだ ?1 位と2位の差は、これから負ける描写が、出そうと、出なさそうというところですかね。うん、どういうこと?リカルドは、一歩届く階級ということもあり、主人公補正のもと、もしかしたら、負けてしまうかもしれないということです。あの、最強の男が?そうです。伊達英二が負けた際に、バトンタッチという伏線が張られたのも、その要因の一つです。それに引き換え高村は、6階級制覇を目指し、未だに負けてしまいそうな伏線もなく、見ている視聴者も毎度、高村は勝つんだろうと思い見ています。右目が見えないかもしれない、という伏線が張られ、未だに回収されることはなく、もしかすると、無敗のまま目が見えないということで、リングを去ってしまうのかもしれませんね。目が見えなかったら、ボクシングどころじゃねえな。皆さんいかがだったでしょうか?思い描いていたランキングと、ずれていることもあったでしょう。もっと他に、こんなキャラが強い、このキャラが入ってないのはおかしいなど、コメント欄にて教えてください。強い口調でのコメントは、ご遠慮ください。ガラスのハートなもんで、100巻を超える単行本を出しているにもかかわらず、ファンが絶えないこの作品、面白いのでぜひ皆さんも、読んでみてくださいね。早速楽天コボで、読んでみるぜ。100巻あるけど大丈夫ですか?お金貸してくれない?ダメです。最後までご視聴ありがとうございました。このチャンネルでは、アニメの様々なランキングを投稿していきます。こんなランキングが見たい、と思った方はコメント欄にて募集しているぜ。では、またお会いしましょう。さよなら。ほな、おおきに。おおきにって、これを定着させるんだぜ。